知れん。私は髪の毛をナチュラルすぎない？私リボンです。今日はね、私モニョンちゃんになりたいの。私モニョンちゃんの大好きなポイントって何個もあるんだけど、その中の一つが髪の毛がねスーパーロングでトゥルンツルンでお姫様みたいなオーラがねあるモニョンちゃんが大好きで、でそうなんだけど、私の髪の毛って見て、髪の毛の量がすごい少なくて、で、癖っ毛で猫っ毛で、もう最悪なね、髪質なんだよね。そう、エクステもね、つけたらオニオンちゃんみたいになれるかなとか考えてたんだけど、エクステってめっちゃ高いじゃないですか。毎月ね、美容院に行ったり、メンテナンスしたり、あと髪の毛乾かすのが大変だったりして、エクステはなぁと思ってた時にシーンでね、めっちゃいいアイテムを見つけました。ででん、ブルーンエクステなんだけど、これがねすごくすごく良くて、今日は皆さんにこれをね紹介したいと思います。早速つけていきますね。よろしく頼むぞ。このアイテムは同じようなアイテムが多分シーンにたくさんあるので、自分の髪色とかね、そう、あとこれはカールがついてるんだけど、ストレートタイプがいいとかそういうのにも合わせて自分の髪の毛に似合うアイテムを見つけてほしいんだけど、私は髪の毛を結構明るめのブラウンに染めてるから、明るめでカールのかかってるタイプをね購入しました。ちなみにね、この商品は多分900円ぐらいだったかな。うん、多分時期によって値段変わるんだけど、827円で買ってる商品でした。で、付け方は簡単、めちゃめちゃ簡単で、なんだ、付ける前に日差しをねこう溶かしてください。こんな感じでトゥルントゥルンにさせてから、クリップ式タイプだから全部クリップを外しておいて、で一旦髪の毛をハーフアップにします。髪の毛を一旦ハーフアップにしました。でこれをちょっとキモいんだけどちょんまげスタイルで一旦ねクリップで止めます。そしたらもうね、ここの結んでた下にこうクリップでつけるだけなんだけど、こう持ってきて、で私の買ったウィッグなんですけど、クリップの部分が5個ついてる商品で、これ、ね、頭の大きさ的にここ1個分余っちゃうんだけど、これは適当にちょっと場所をずらして適当につけると、こんな感じかしら。かわいい。どうですか皆さん、モニョンちゃんロングに慣れてる？見て、やばくない？これ何分で完成した？めっちゃ可愛い。しかもナチュラルすぎない？私地毛とエクステのさ境目が分かんないんだよね。これ色がめっちゃ自分の髪の毛の色に合ってる。可愛すぎる。ちょっとさ、風吹いてきたりしたら怖いじゃん。だからこうね、カチューシャをつけると安心です。め
ちゃめちゃいい。モニョンちゃんじゃん、マジで超かわいい。しかもさ、私の髪の毛地毛がブスすぎて、なんならさ、ウィッグの方が髪の毛トゥルントゥルンなんだよね。エクステだとさ、やっぱ高いけど、これだったらさ、まとめ買い10個買っても8000円だし、マジでコスパが最高。地毛がさ、この長さにね、この量とか長さになってくれたらいいんだけど。そういえばね、もう一つね、みんなに紹介したいアイテムがあっていいですか？私これよくつけてるんだけどさ、動画の中でも。こちらはね、これとは違って、こうポニーテールにこうカチッてつけるウィッグになってます。なので一旦これを外してこっちをつけます。外すのもね、簡単なので、ほんとピンを外すだけ、パチパチと。次はポニーテールバージョンだから、ポニーテールにしていきます。めっちゃ雑だけど、ポニーテールが完成しました。ただただポニーテールをすると全然可愛くない、めっちゃブスなんだけど、これをつけるとね、マジで一気にオーラが出ます。これもストレートタイプのものがあったりするけど、私はカールバージョンでいきます。ストレートタイプも持ってるんだけど、カールバージョン可愛いからね、使うこと多いかな。でこれはこうクリップになっているので、止めてる部分にカチッてはめるだけ。よし、いけた。であとはこう手ぐしだったりブラシでなじませます。止めてるところがね、こんな感じ見えますか？こうクリップになっているので、クリップの真上にこういうね、デカデカリボンをつけるとバレないよ。よし、ついた。こんな感じで正面からこのリボンがちょっとチラ見えすると可愛くて、私的にお気に入り。猫みたいな感じになれるから楽だから、雨の日とかもねめっちゃ使うし、これなんかは1個500円ぐらいかな。ほんと芯ってなんか時期によって値段違うから、私これ前回買った時200いくらかで買ってたらしいんだけど、今見たら500円ぐらいにね、なんか値上がってました。もうこれも安いから結構まとめ買いして、髪の毛このエクステがちょっとダメになってきたらもう次のやつに変えちゃうみたいな。髪の毛綺麗なやつに変えるんだけど、なんなら普通に髪の毛自分で巻くよりももう早く髪の毛セットできちゃうから、皆さんもね、こう髪の毛セットのうちの一つとしてウィッグという手を使ってみるのもね、いいかもしれないです。今回の動画はいかがだったでしょうか？おにょんちゃんのようになれるスーパーかわいいウィッグの紹介でした。ほんとコスパ最高なので、ぜひぜひ真似してみてください。とコメント、高評価、チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいので、ぜひ待ってます。それでは次の動画でもお会いしましょう。またねー。バイバーイ。